皆さん、こんにちは。宣伝版家、ともたけの役、パルコソラです。宣、え、伝、ー、版家が今回、ニンテンドースイッチ版になって発売されるということで、当時を振り返って少しお話ししたいなぁと思っています。宣、え、伝、ー、版家は2016年の7月に、えー、PC ゲーム版が発売されたんですけれども、<の>なんと、まあ、5年半、まあ、約6年前の作品ということで、 そうですね吉野のことをまたあのお話ししたりできるっていうのはとても嬉しいことですね。で、えっと、ストーリーについてはあの、まあ、せっかくなので皆さんには是非プレイしてほしいなと思うのでここではちょっとそういうところを話すのは控えて何て言うんですかね当時のうーんまずはじゃあ役作りについて少しちょっと話そうかなと思うんですけど。 えっと、私、ゆずソフトさんの作品には、えっと、サノバウィッチと、えっと、えー、漫画の後に、リトルジョーカーというタイトルが出ていまして、その3つの作品に出させていただいてるんですけれども、えっと、サノバウィッチとリトルジョーカーは結構こう、なんていうんですかね、どういう風な役にしようかっていうのを、あの、役作りかなり、あの、あでもない、こでもないきながら、あの、 作らせていただいたんですが、吉野に関しては、なんかこう、じゃあ一言二言、まずちょっと読んでみてくださいって言われて、あのすぐに、あじゃあそれにしましょうっていう感じで、あそれ決まったなっていう思い出が、まずありますね。で、なんかこう、とても私の、うん、地声に近いところのレンジなのかなというふうにも感じていて、 なんかこう、すんなりと自分の中に入ってきてくれたキャラクターだったなっていうのを覚えています。で、えっと、吉野との共通点も、まあ、そこそこ <laughs>、あったりして、あの、最近、あの、私もプリンにハマってるので、吉野もプリンが好きだったなとか、あの、吉野は朝が激弱なんですけど、私も朝は、 弱いなとか、なんかそういうところとかも、えっ、ー、と、共通点がある、えー、ヒロインだったなっていうふうに思っています。で、えっ、ー、と、そうですね。千連万画といえばで覚えているのは、なんかやたら卵料理の話がね、<laughs> 出てきたなっていうのをすごい覚えていて、で、吉野は、卵焼きが好きで、卵焼きは、砂糖派。砂糖を入れて甘くして食べるのが好き。 っていう、えー、女の子なんですけど、主人公のアリツさんは、あの、逆なんですよね。何も入れない派。で、ね、えー、私は個人的には、えー、お弁当に入っている卵焼きは、お砂糖で甘くしたものが好きです。なんかお弁当って私のイメージ的には、お昼に食べるもの。 っていうイメージがね、あって、あ、学校とかに持っていくからかな。うん。だからなんかこう、デザート感覚で食べれるっていうことで、砂糖が入ってるのがいいんだけど、夜に食べるおかずとしての卵焼きは、うん、そうですね。なんかこう、ネギとか入ってたり、なんかそういうおかず的な。 感じの塩と醤油でちょっと味付けしたやつとか、出汁が入ってるやつが好きだなって思ったので、まあ、にも共感するけど、有リさんにも共感するっていう、えっ、ー、と、感じですね。思い入れがあります。吉えっ、ー、と、なんかね、吉野って目玉焼きにソースをかけて食べる人なんですけど、これを当時台本で読んだ時にびっくりして、というのも、私も目玉焼きには、あのー、 ソースとあアリチさんんは醤油派なんですよね,ねどっちもかけないんですよ私は <laughs> どっちもかけなくて単純に塩とこしょうで食べたい人なのでなんかソースかける人もいるんだっていうのになんかちょっとびっくりした記憶があるんですよね。なんかシンプルが好きです、ね、なのでなんか意外や意外というか吉野結構なんかねえ。 マニアックな食べ方でするなっていうふうに思った記憶がありますね。はい。まあそんなわけでちょっとね、あの思い出深いキャラクターなんですけど、あの <laughs>、まあ、その6年の時を経てスイッチ版になり、また新たな皆様のところにあのプレイしていただけるということで、あの私も嬉しく思っております。はい。 そんなわけで、任天堂スイッチ o Switch 番をよろしくお願いします。ともたけよしの役、はるかそらでした。